本日は劇場アニメウェーブサーフィンやっぺ完成披露会をご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日の司会進行は私大橋貴正が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さて本日は映画公開2日目ということで、本来であれば劇場にて皆様にご挨拶をするべきところなのですが、昨今の事情を鑑みまして、このように配信番組という形で完成披露会を全国の皆様に配信させていただく運びとなりました。どうぞよろしくお願いいたします。また会場内は媒体の皆様を含めた関係者のみが出席しております。そして本日の模様は10月3日に収録しておりまして、限りなく生配信に近いタイミングでの公開となっております。どうぞ最後までお楽しみください。さてそれでは早速完成披露会に移りたいと思います。まずはキャストの皆様にご登壇いただきましょう。劇場アニメウェーブ、日向岡雅樹役の前野智明さん。続いて秋月翔役、小笠原仁さん。続きまして田中なる役、中島よしきさん。岩名康介役、佐藤拓也さん。木戸直哉役、時俊一さん。さあ以上のラインナップでお届けです。まずは前野さんからご挨拶をお願いします。はい、ウェーブサーフィンやっぺ日向岡雅樹の声優を担当させていただいております前野智明です。どうぞよろしくお願いいたします。では小笠原さん。はい、ウェーブサーフィンやっぺ秋月翔役を担当しております小笠原仁です。本日はよろしくお願いします。中島さん。はい、田中なる役の中島屋敷です。よろしくお願いします。佐藤さんお願いします。はい、岩野康介の声を担当しております佐藤拓也です。よろしくお願いします。さあ最後は時さん。はい、木戸直哉役の時俊一です。よろしくお願いいたします。さあということで、昨日より全国公開と、なりました。皆様今のお気持ちいかがでしょうかということでね。はい、そうですね、まあ、もう満を持して公開日を迎えることができて本当に嬉しく思ってますし、まあ、やっぱりあの準備期間がねすごく割と長めな作品でしたので、その分思いもひとしおと言いますかね。はい、感無量ですね。はい、はい、さあということで、ここで皆様に、一言ずつご挨拶をいただきたいと思いますということでね、改めてこの本作劇場公開昨日から、公開されたわけですが、今のお気持ちを一人ずつ伺いたいと思います。まずは座長の前野さん、いかがでしょうか。はい、そうですね、先ほども申し上げた通り本当に、準備期間を長く設けて本当に丁寧に作って、くださっている作品ですので、まず絵を拝見したときに本当にスタッフの皆様の気合を強く感じたといいますか、それにやっぱり負けずに僕らもしっかりしたお芝居を乗せていかなきゃなという気持ちでアフレコに臨んだんですけれども、まあ、出来上がったフィルムを拝見させていただいて本当にキャラクターが綺麗にリアルに動いていって、サーフィンのシーンもそうですし日常のシーンもそうですし、本当にいろんな角度から楽しめる作品に、仕上げていただいて、本当にこんなに嬉しいことはないなという思いですね。はい、また前野さんの演じられたキャラクターというのは、はい、茨城の大洗出身の、はい、まあ
若い少年キャラクターということなんですけれども、はい、手元の資料ではなかなかそういった役は多くないというふうに書いてあるんですが、そうですね、各事務所のいろんな方から本当にこれ前野さんがやられるんですかっていうねクエスチョンをいただきましたけれども、まあ、僕自身も最初にいただいたキャラデザを拝見させていただいたときに、はい、これ本当に僕でいいんですかっていうお話をさせていただいたんですけれども、まあ、その茨城出身というところも組んでくださって、僕にまさきというキャラクターを任せていただいたわけなんですけれども、まあ、僕自身としても本当に新しい挑戦、38歳にして新しい、挑戦をさせて、いただくことができてすごく貴重な体験でしたし、まあ、まさきとはですね、結構小笠原君と一緒にやらせていただいているラジオとかでも、まあ、ラジオドラマという形で演じさせていただいている期間が長かったので、今では本当に非常に愛着を持って演じさせていただいているキャラクターに成長したなと思ってますね。はい、ありがとうございます。さあ、小笠原さん、本作公開までに、はい、ラジオやイベントなどでの、ご活躍もあったと思いますが、改めてとうとう公開となりました、今のお気持ちいかがでしょう。はい、本当に率直に言ってすごくすごく嬉しいですし、やっぱり前野さんもおっしゃられていた通り、もうすでに長い時間こう秋月翔くんと一緒に過ごした時間があって、でもやっぱりそのラジオドラマだったりとか、その CD についているドラマ CD だったりとかっていうところで演じていた時間だったので、改めてアニメーションで動いている彼らの姿を見て、あ、彼らはやっぱり映像の中にもともと生きていて、僕たちは最後にこう2次元から3次元に彼らの声を届ける手助けをするお仕事なんだなっていうのを改めてこう彼らを通してこう感じることもできましたし、なんか自分にとってよりこのウェーブっていう作品が大事な作品になったなと、劇場公開を受けて改めてすごく思いました。はい、そしてご自身演じられた天才サーファーで転校生のそのショーというキャラクター、いかがですか、振り返って。いや、本当にキャラクター設定を見たときに、あー、なんか高校生にしては大人びて、中学生みたいな最初にそのなんかリアクションがすごく大きかったですね。やっぱりまさきくんはすごく、まあ、主人公のまさきくんは中学生らしい無邪気でなんか天真爛漫でやんちゃな感じだなって思ったんですけど、その僕の演じる秋月翔くんと、あと、まあ、まさきくんと、もともと幼なじみの田中なるくんで、まさきくんをこう挟む2人がすごく大人びてて、あ、まず多分この2人はまさきと比べてすごい大人びた考えを持っているだろうし、その人格をこう作ってきたバックボーンみたいなのもしっかり作り込まれているはずだから、それはすごく演じがいの一つになるだろうなと思って挑んで、やっぱり自分が思っていたものをはるかに超えるくらい翔くんの背景にはいろいろこう思いがあったりだったりとか、過去があったりだったりとか、そういう自分にとって演じがいになる要素がとても散りばめられてて、すごく演じてて楽しいキャラクターでございました。はい、はい、ありがとうございます。さあ、中島さん、まずは公開した今のお気持ちいかがでしょうか。はい、そうですね、アフレコ作業自体が、この世界がこのような状況になる前だったので、みんなで集まってアフレコ作業ができていたのがまず、幸せなことだったなと思います。その時からまた少し時間を経て、今回、ちょっとね、多分いろんな状況の中で手探り状態の中で公開日等々も決めてくださって、無事に皆さんの お手元にというか、お目にかかることができてほっとしたなっていうところもありますね。夏から、特に僕と前野さんと小笠原君は、宣伝のための、いろんな媒体さんへの取材にも参加させていただいてたので、それがこうようやく皆さんの目に触れているということが、嬉しいです。はい、そして演じられた田中というキャラクターなんですが、はい、また、少しユニークなキャラクターですよね。あ、そうですね、結果的にはそうなってしまいました、はい、収録の時何かウクレレを、まあ、持ちながら歌ってるというシーンが結構ありますけれども、はいはいはい、何かご苦労されたところとかあるんですか。あ、もう全部
全部。はい、あのね、お二人も言いましたけど、はい、結構こうキャラクターや作品とのお付き合い自体は長くなってきたなというところだったんですけど、このアニメのアフレコになった途端に新しい要素がこう付与されまして、彼はセリフを歌うという、はい、特殊技能を持っていたんですね、はい、そうなんだと思って、で直前にスタッフさんからウクレレの音源が届いたんです、はい、音源が届きました、はい、音源っていうぐらいですから、はい、僕らもキャラクターソングを歌わせて、この作品でも歌わせていただいてますけども、そのようなものが送られてくるのかなと思ったら、コードだけのものがポロンポロンと、はい、流れたものがこう二回しぐらいのものが送られてきて、あとはご自由にということだったんで、そんなバカなと、で、まあ、一番最初アフレコ行った時は僕は一人での収録だったので、はい、誰にも見られなくてよかったなと。なるほど。こんな集大を先輩方引いては後輩の小笠原くん、仲のいい時俊一、この人たち、自分で言ってたけどな終わった後にしんどいっつって自己申告があったわけ、この人たちに見せなくてよかったなと思って、僕は冒頭のご挨拶で、みんなでアフレコ作業できてよかったなんてことを言いましたけども、はい、一人の方がよかったなと思うシーンもありましたあんなに油ぎった汗を出したのは、10年生をやってて初めてだったかもしれないです。なるほど。特に、まさきと、ね、絡むところもありますけど、はい、前野さんからアドバイスいただいてるとかもあったんですか？前野さんはアドバイスくれませんでした。いやもう言うことがないぐらい彼は完璧だったんでねぜひやっぱりその彼の完璧ぶりをフィルムを通して前野さんにご確認いただきたい。何をこう言っていただいたかというと、はい、第一章より後なんですけども、はい、まさきがなるの歌を思い出して、口ずさむというシーンが今後出てくるんですけども、はい、それのアフレコの時にお前はなんて歌を作ったんだと言いましたね。確かにね、はい、僕も覚えてなかったので、平謝りでございました。はい、ありがとうございます。どういたしまして。さあ、お次は佐藤さんにお伺いします。まずは劇場を公開しましたが、今のお気持ちいかがでしょう？そうですね、本当に皆さんに劇場でご覧いただけるということで、非常に、嬉しく思っていますし、何せその海という非常に大きな、また2つと同じもののないものをこう、アニメで表現するという、アニメーターさんのご苦労を思いますと、大きなスクリーンで皆さんにご覧いただけるというのは非常に、より作品の良さを感じていただけることだと思いますし、非常に幸福なことだなと思っております。何せその、我々の収録自体も、主題歌から始まり、その、イメージドラマ CD、まあお笑いと湘南組のそれぞれのまあイメージソングですとか、結構その話の本筋というよりは、それぞれ の, その世界観から固めていけたなという意味では、いいこう順番だったのかなと今となっては思うんですけれども、まあ何せそのサーフィンというスポーツ、マリンスポーツに対するそのまあいろんな世間様のイメージあると思うんですが、それをいい意味で、変えられる作品、まあ、力のある作品に、みんなの力を合わせて、ね、なったんじゃないかなというふうに、今は思っています。はい、はい、ありがとうございます。そして演じられたキャラクターなんですが、まあ、1章ではあまり出番はなかったのですが、2章では、多くの出番があるというふうに伺っております。はい、改めてこのキャラクターの魅力、お伝えいただけますか？そうですね、僕が声を担当する岩名君というのはもともと野球少年で、ただその怪我がもとで、まあ、今はサーフィンに没頭しているというところなんですけれども、一つ挫折を彼自身が知っているという意味では、他のキャラクターたちに比べると何かこう一種の強さみたいなものをこう根っこに持っている、胆力のあるキャラクターだなというふうに思っておりまして、それゆえにこのいわゆる同年代のキャラクターからするとちょっとこうある意味老成したというか、そういったところもあると思うんですが、まあ共演者をこう見渡したときにやはり、絶妙な歌を歌う中島芳樹君がいたりとか、あとは素晴らしい、
先輩方のまず見ることのできない、ワンちゃんたちのお芝居だとか、はい、こんなにも生き生きと先輩方がですね、脇を固めてくださって、ワンワンと、磯吉ですね毎度毎度、これ喋る一歩寸前だなっていうギリギリの線を、狙っていけた狙っていってるのがこうあすごいなと勉強させていただきながらもこう非常に層の厚いキャスト陣で、そうですねさっきあの吉木君も言ってましたけれどもみんな揃って同じブースで一つの作品を力を合わせて作り上げていけたなというのは嬉しい時間でしたしそういった意味でもそのコウスケ君の人間性を構築していく上でみんなにその岩名コウスケという人物の居場所を作ってもらえたなという意味では非常に、楽しい、ひと夏を過ごせたなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。さあ時さん改めて劇場公開になりました今のお気持ちいかがでしょう。はい、そうですね、あのこの、まあ、オーディションが結構本当に前にありましてでその時に資料を見させていただいた時にサーフィンっていうものがも、まあ、あのテーマになるってなった時にやっぱりやったこともなかったですし調べはしたんですけれどもここからどういうストーリーになるんだろうなっていうのがすごくあの楽しみでしたしキャラクターたちもそれこそ高校生ではなくて中学生がいたりとかそれこそまあ高校生がいたりとか等身が若い人たちがサーフィンをやってどういうストーリーになっていくんだろうなっていうのがすごくワクワク楽しみに待ってたのが最初の思い出なんですけどそこからイベントをやらせていただいたりとか、まあ、ドラマ CD とかボイスを撮らせていただいたりとかそれで、まあ、あのアニメになったわけなんですけれどもやっぱりこうその中で最初の頃と全くこう、うん、サーフィンっていうものもそうですしこのウェーブっていうものへのこうイメージが今と昔ではだいぶ変わったなっていう印象かなって思います。しかもこの状況でやっぱりこうアニメをあの放映というか映画で、あのやっていただくっていうところがちょっとね今まだこう全開で明るい状況というか元に日本がというか世界が戻っていない状況であのなんだろうウェーブっていうどこまでも明るい作品が皆様の元に届くっていうところがすごく嬉しいなと思っててこの映画を通してこの見てくださった皆さんがちょっとでもこう明るくというか楽しくなっていただけたらなって思います。はい、そしてトキさんの演じられた直哉というキャラクター、まあ、第一章では正樹との対決もございますが、それ以上に、個性的な、強烈なキャラクターというふうに伺っております。どのような、やはり役作りで苦労されたとかあるんでしょうか。そうですね、役作りで苦労っていう感じではないんですけど、まあ、あのウェーブに登場するキャラクターの皆様ってもう軒並み皆様やっぱり個性的で歌を歌う方もいればすべてを筋肉で解決しようとする方もいればそうですね、あのそういういろんな方たちがいらっしゃる中で、まあ、僕のやらせていただいている直哉君っていうのもあの、まあ、サーフィンの始めるきっかけっていうのが少しあの独特なアニメが大好きオタクな子なんですけれどもそこからサーフィンに触れていってどんどんサーフィンのことが好きにはなっていってるんですけどでもまだサーフィンが大好きっていうことを口に出せるほど素直ではないそういう子がそれこそ直哉くん他の子たちがといろいろ出会って話をしてで海サーフィンを通してみんなで成長していく中で直哉くんも変わっていくっていうのが僕もアニメをこう通して見させていただいてやらせていただいてすごくこう楽しかったなって思いましたね。はい、ありがとうございます。さあといったところで次のトークテーマに移りたいと思います。アフレコに入る前に皆様は一度サーフィン体験をされたというふうに伺っております。まあ、どのような場所、どのような経験をされたのかということでお話を伺いたいんですが、小笠原さんと時さん、まず思い出深いエピソード何かございますか。はい、僕は3度ウェーブのプロジェクト内であのサーフィン体験に行かせていただいたんですけれども、はい、あのうち1回は宮崎に時さんと一緒にあのロケ企画で行かせていただいて、ね、はい、あれは本当にいい体験だったなと。ほぼ旅行でした。あれ旅行でしたねあの2泊3日かなで行かせていただいたんですけれども、ちょうどその時にあの宮崎で世界大会が開かれていたんですよね、はい、
でそこの現地に行かせていただいてプロの方たちの、まあ、ライド当日はちょっとあの見れなかったんですけれども、あの前日の練習とかもちょっと遠目で見させていただいて、はい、その時にちょうどちょっとこうあの遠くに台風が近づいているっていう時期でもあったので、はい、波がとんでもなく高かったんだよね。高かったですね。見応えがすごかった、僕たちは最終的に体験させていただいたのは、うん、全然こう波が一種こう優しいというか初心者用のところでやらせていただいたんですけれども、うんうんうん、そのプロの方たちが練習するところってボードに乗っても波の高さで僕たちの地平からはその人たちの影が一切なくなるぐらいの、うん、高い波に平然と乗ってらっしゃって、あそういうのに平然と乗れるのがやっぱプロなんだなって、すごくやっぱりアニメを撮影させていただく前でもあったので、やっぱイメージをすごくできたかなって思いますね、はい、実際僕とあのトキさんがあのサーフィン体験をさせていただいたところも、あの波が優しいとは言っても結構強い力でやっぱりボードに乗った僕たちをグッと押してくる、本当にあの僕が湘南それとシティウェーブ東京さんで体験したサーフィン体験とその2つともまた違ったあの体験をさせていただいて、だから実際にその波に乗るっていう経験をアフレコの前にああしてさせていただいたのは本当にありがたかったなと感じました ね、 すごく。小笠原君の場合はその3種類の波に乗れてるわけだもんね。そうですね、まあ、そうで、うまかったかどうかは置いておいて3種類乗らせていただきましたけれども、でも本当にその当日にトキさんが自前のウェットスーツじゃないですけど、はあはあ、着てきてたじゃないですか、うん、ピタッとしたインナー的なものを、はあはあ、トキさん結構筋肉質な方なんですよ見た目がガチすぎて結構プロサーファーに見えたってことですね。そんなこと一言もその時言ってなかったけどね。いや、あの時はトキさんのガタイの隣に割とひょろひょろめな僕が立つのちょっとあれだなと思いながら距離を取ってたんですいやでもオーラが立ち上ってましたからね、あの時。いやでもやっぱね、初めてだったっていうのもあって、はい、乗れるのかなと思ってたんですよ、はい、7割の人は乗れるみたいなことも聞いたことがあったので残りの3割になりたくないなと思っていたんですよねまあでもやっぱその先生もそのまあ地域の中ですごくベテランの方で、もう俺はもう乗せられないやつは誰一人いないみたいな方に教えてもいただいたんですけど、本当にものの 3,40 分で波には乗れてすごく楽しい思い出でしたね。いや、すごかったですよね。あのトレーナーのおじさん、俺昨日70歳のじいちゃん乗せたから波にってめっちゃ言ってきたいやでもすげえ教えるのうまかったよね。いや、うん、もう本当に分かりやすかったですよ ね。いや、なので本当になんかこうサーフィンを始めるってなったらそういう風にやっぱ教えていただける方にこう教えていただくのが本当にいいんだろうなって、うんうん、楽しい部分をすべてこう感じれて帰れた体験だったかなって思いますね、うんうん、はい、ありがとうございます。さあ、お二人乗れたということなんですが、佐藤さんにもお伺いしましょう佐藤さんはいかがだったんでしょうか。僕自身はですね、この作品に関わらせていただいたことで、サーフィン体験というのは実はやっておりませんで、唯一サーフボードにこの作品で、触ったという意味では、出演者がですね、お客様の前でイベントを一度やらせていただいたことがあって、はい、その時に、まあ一つの企画として、サーファーの方が普段この陸上でサーフィンの練習をするためのこのロデオマシーンのような、あ、そういうものがあるんですね。練習器具があるんですけども、はい、あれを乗りこなした以上です出来栄えはどうだったんでしょう。非常に楽しくやらせていただきましてまだ僕の体感も捨てたもんじゃないなというのは一応コウスケ役としてはですね、コウスケ君が非常に筋トレが、趣味な子なので、そういった意味では面目役所なのかなというところですね。でも過去に経験はあったんですよね、はい、そうですね、中3の頃に。そうなんですよ、海の近くご出身ですよね、はい、僕宮城県出身なんですけれども、うん、まあ受験勉強もせずに海にばかり友達と行っていて、今この感じです今に生きてるということですよ、それはね。でも幼少期の、ね、経験が生きているということでね。いや、そういう意味ではアニメを通してすごく上手なサーファーの役を演じさせていただいたので、そういった意味では非常に嬉しかったですね、はい、ありがとうございます。中島さんはいかがでしょうか。
そうですね。めっちゃしんどそうじゃん。そんな嫌なのか。ね、そんな神妙な思い出ではなかったはずですけどね。まあ僕はそのプロジェクトが発表される前に、はい、白井雄介さんと小笠原君と3人で、はい、湘南の江ノ島の方の海に行ったんですけど、はい、まあどん天、あいにくの天気、9月中旬下旬に差し掛かるぐらいでしたかね、はい、寒い波ない以上ですその場合波がない場合は 何をされてたんですか。波を待ってるんです。ただひたすらずっとボートの上で、はい、何時間ぐらい、ね、どんぐらいトータルどんぐらいいたんでしょうね。1時間2時間ぐらいは、あるんですよ。たまに波がこれぐらいの控えめな波が動く歩道ぐらいの感じでもっとあった。もうちょいやりましたよ。いやまあ小笠原君はこんな感じで言ってますけど、はい、なぜなら彼はあの宮崎とかでも乗ってるんで違う若干上から目線なんですよ。違う、マウント取ってない。嫌な感じですね。嫌な感じですね。いい波乗ったぞっていうね。それはね、さっきも言ってましたけど、はい、初心者用でも宮崎はすごかったんだぞ、はい、明らかに江ノ島の波のことをね、ちょっと下に見る感じでしたし、あいにくの天気だったってことですよね。あいにくもあいにく、インストラクターさんもはい、こんな波立たなかったことはないみたいな感じだったので何かまあ持ってる、そうやっぱ白井雄介はすごいなと思いましたね。白井さんのおかげで、あとその宮崎のねロケ最中に時さんからもすごいピーカンで、ね、晴れた、写真が送られてきまして、そうだ、ね、本当にぶん殴りたくなりました。めちゃめちゃ楽しかったよ。いや楽しかったです、ね、おいこの子に及んでいや でも、ね、よしきさん湘南で3人の中で一番最初に波に乗った人なんで、素晴らしい。これぐらいのですけど ねもうちょっとさあということで、お次は座長に伺いましょう、はい、さあ座長はどのような体験をサーフィンされたんでしょうか。そうですね、僕は、謙虚と低姿勢を売りにしてるんでこんなこと本当は言いたくないんですけど、はい、伺いましょう。僕クラスになると、はい、もうワイハあすいません、ハワイハワイ、鳥取のハワイではなく僕はハワイの波しか実は乗ったことなくて、いややっぱハワイの波はもうやっぱそんじょそこらの波とは違ってもうすごい最高だったなって思いますね。僕ハワイで乗らせていただいたのが2019年の5月で、もう世界がまだハッピーに溢れてた時で、もう快晴でスカッとしたね、もう非常にいい天気の中でね、もうワイハの波に乗らせていただいて、あこれがサーフィンか、なんてすげえスポーツなんだって知ったのがまさにハワイでしたね。なるほど、はい、手元の資料では25年ぶりに海水に触れたとかっていう情報もありますがバレてますよ、バレてます、当たってます、当たってます、はい、まあハワイもちょっとまあウェーブ絡みの企画で実は行かせていただいたんですよ。岡本さんとね行かれたということでね。そうなんです、福江林道役のね岡本信彦さんの番組に同行させていただいて、そこで、はい、サーフィン体験をさせていただいたんですけれども、まあやっぱり初っ端のそのサーフィン体験がハワイってやっぱりよく考えると本当にすごい贅沢なことをさせていただいたなという思いでね、本当にスタッフの皆さん本当にありがとうございました。本当にその説はね、はい、でも本当にハワイの波めちゃくちゃ最高だったんで、はい、まあ、いつかそのウェーブメンバーでハワイの波でサーフィンするっていうのがこの作品のまあ一つの目標地点でもあるので、ぜひねなんかそういうところまでこぎつけられればいいなと思いながら、はいはい、公開日を待ってました。はい、ということででは次のコーナーに参りたいと思います。お次のコーナーはですね、この作品のおすすめポイントを皆様にお伺いしたいと思います。本作を見たい、劇場に足を運びたいと思うようなプレゼンポイントをですね、皆様にはそのお手元のスケッチブックに書いていただき、整った方から、素敵な回答を披露していただきたい、そういうふうに思っています。整ったおかしい、整えてからねやっぱりきちんと、ね、さあということで、やはり、まあ、昨今なかなか劇場に足を運ぶのも勇気がいったりするかもしれません。皆様の回答でよし明日行こうというようなね、おすすめポイントを伺いたいと思います。さあということでまだねお一人しか手をつけてないという時代になっております。つけていいですか、やっていいですか、早いな。さあということでもう違いますよ、尻込んでたわけじゃない、どんどんプレゼンポイントをですね書いていただいて、さあ私も昨日バルト9に伺って見させていただいたんですが、本当に素敵な映画でした。
今年は夏を感じられなかったので、あのこの映画を通して本当に2020年の素敵な夏をいただいたような気がしました。さあ皆様の中でおすすめポイント、はい、じゃあ中島さん、中学生男子の裸お拍手ですよ、まあね、もうおい拍手ですよ。そうですね、スタッフ陣からは拍手が出ましたよ。おいちょっとかぶったじゃねえかよ、ね、おい裸の付き合いの回で あいつと前野さん早いもん勝ちですよ。前野さん残念、違う回答前野さんお願いしますね。やっぱりその海サーフィンがテーマの、ね、作品っていうのもありますけども、はい、海に入ったらやっぱお風呂にね入るシーンがとても多いんですよ。す、ね、うん、でそこでやっぱりゆっくり、サーフィンの話だったりとか彼らの人生の話だったりとかってい こう深い話をするのはやっぱり、裸の付き合い、あ前野さんが付き合いまで書いてましたけどやっぱり、ね、そういうのも魅力の一つですし、やっぱり中にはねあの中学生男子の裸が見たいよっていう方もねいらっしゃると思うんで、まあ、ここで発散していただきたい。いやおよしなさい、およしなさい、ね、ありがとうございます。裸の付き合いということでございますね。さあお次どなたか、あ佐藤さん、いい人しかいない。あいい人しかいない、確かに。あなるほど、もうこれはもう悪い人は一人も出てきませんで、うん、まあなんていうか座長のお前野さんの人柄のようにね、いやいやいや、もう本当そんなそんないい雰囲気がにじみ出た作品となっております。なるほど、現場から以上です。はい、素晴らしいセールスポイント、気持ちのいい映画であるとね、はい、さあお次どなた参りましょう。はい参りましょう、小笠原さん。いやよしきさんは中学生の裸を押しましたけれども、え裸は裸でも、ね、単体だけじゃね、裸は裸でも、裸は裸でもじゃないよ、裸にさらに言及していくわけじゃないけどその裸を彩るね大スクリーンで描かれる素晴らしいお風呂の輸出でございますよ輸出も伝わってくる、やっぱり輸出も伝わってくる、もう上手、あの素晴らしい作画にね、行動まで伝わってくる、やっぱり伝わってくる、リュウマチに効くもん、マグネシウム入ってんなとか、入ってる入ってるだからもう大洗の3人組はもう健康体ですよ、健康だからもうウェーブを見ればもう海だけじゃない温泉にも行きたくなるんですよ。なるほどね、裸もまだ見たくなる、ね、はい、なるほど、素晴らしいじゃないですか。なるほど、旅気分も味わえるということでね、でございます、いいと思います。さあお次どうしましょう。はい、じゃあトキさん参りましょう。まあもう僕としてはこれを言うしかないなと思うよ、ミルルですね。ああミルル、ああそうですね、これね、まあ結構半分ボケでもあるんですけれども、はい、このミルルは本当にご期待していただきたい。そうですね、ミルルは本当に後々にちょっとすごいことになりますので、ちょっともうこれはここでは多くは言えないんですけれども、ちょっとね楽しみに待っていただきたいんですけれどもね、これとはまた別にちゃんとしたものを回答も考えてますそれちゃんとしてたけどね ご丁寧にありがとうございます、ちゃんとしてるその1こちらですね、ご当地グルメがたくさん出てくるっていうところ。なるほど、はい、食べるシーンっていうか、まあ、若者ですからご飯をたくさん食べるんですよね、うん、その時に、まあ、作っていただく料理っていうのがその土地にちなんだものであったりとか、そういうところも出てくるっていうのがこちらがもう一つ。そしてこれにまあ付随するんですけれども、まだあんのかい3枚目同じ感じで聖地巡礼もできるっていうところがいいところかなって。実際にある海であったり土地っていうのを彼らが旅をしていたり、うん、行ったりしているので、実際にあこの光景見たことあるっていう方が多分地元の方たちはたくさんいるんじゃないかなって思いますので、フリップのバランスもいいですね、はい、聖地巡礼もできるっていう感じ、はい、っていうのが、ねね、ちょっと魅力的なところの一つかなと。パワーポ使ったプレゼンみたいですね本当に小ネタ仕込んでます ねありがとうございます、はい、じゃあ、はい、でさあ座長最後。そうですね、なんといってもやっぱりこれでしょう、じゃじゃん、方言。ああなるほど、改めてご説明お願いします。そう、まあ舞台がね茨城っつうことで、僕茨城県生まれで、まあこの茨城なまりっつうんですか、茨城ですか、茨城だっつってる、おめどこ中でおめえわよどこ中でおめえまあ茨城弁で、まあこういう風にねお芝居させていただくことってなかなかなかったんだけど、まあ、やっとそれがね、まあ、ちょこちょこ ありはしたんだけど、なかなかアニメーションでねこの茨城弁使うことってなかったんで、これがまたね新鮮で、まあ、どんだけその作詞に脅し込まれてるかっていうのは皆さん見て確認していただきたいんですけど、まあ、やっとそれが生きたかな。今思えばねウイロウリをね茨城に住んでる時に独学で覚えてしまったがためにね、専門学校で拙者親方と申すはお立ち合いのうちにご存知の方もござりましょうがって披露した時のみんなの爆笑っぷりったらなかったよ本当にだからね、やっとそれがそのお仕事でアニメーションに生かすことができて本当にこれ嬉しかったんで、ぜひ皆さん見てね確認していただきたいなと思いますね。はい、はい、
ということで方言も要チェックということで、はい、それぞれキャストの皆様からおすすめポイントを伺いました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さあということで、劇場アニメウェーブは、今後10月末まで3部作続けて公開してまいりますということで、ぜひともご期待ください。では最後になりますが、配信番組をご覧の皆様にメッセージを頂戴したいと思います。ではトキさんからお願いします。はい、この度は、ウェーブ劇場版放送おめでとうございます。公開おめでとうございます。本当に今時なかなかないんじゃないかなっていうぐらい若い子たちが青春のままに生きて海に全力で挑んでいくっていうお話でございます。なんかこう恥ずかしくもありすごく僕も楽しくこう昔の僕のこうスポーツの思い出とかを思い出しながら、演技とかお芝居はさせていただきましたので彼らの全力をぜひぜひ見ていただきたいと思います。今日はありがとうございました。ウェーブもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。では佐藤さん。はい、皆さんこちらの配信をご覧いただいてどうもありがとうございます。今年の夏はなかなかその海にこう遊びに行ったりだとか、そういったこともしづらい、状況下だったと思うんですけれども、この映画をご覧いただいてですね、太陽の眩しさだったりとか、潮の匂いなんかを感じて、夏に思いを馳せ、そして、夏を感じていただければいいなと思います。3部作ぜひ、楽しみに、ご覧くださいませ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。では中島さん。はい、ご覧いただきありがとうございます。本来であれば舞台挨拶などという形でこうご期待いただいてずっと応援してくださった皆さんとこう直接お話しする機会があったらよかったなっていうのは本当に、キャスト一同もそうですしスタッフの皆さんも思っているところではあるんですけども、こういった形で、僕らの声がお届けできることを、まずは幸せに思っております。またそのような機会があったら、ぜひ遊びに来ていただきたいなというのと、まずは第1章が公開ということで第2章大変なことが起こりますので第3章も大変なことをなるがしておりますので、こんなに課されるのかと俺に、ぜひこうご期待、3部作最後まで、見届けていただきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。では小笠原さん。はい、改めて、本日はご覧いただきありがとうございます。ついに劇場アニメウェーブが公開されまして、でもやっぱり今ご時世がこういう皆さん悲しいことだったり辛いことだったり、ね、楽しいことも今まで通りできなかったりだとかそういうことが多い世の中だとは思うんですけれども、そんな気持ちを一時でもこうバッとこう吹き飛ばしてくれて夏を感じさせてくれて青春を思い出させてくれてっていうすごくこう底抜けに明るい作品をこうお届けできる、でそういう作品に自分もこう一助として関わっているっていうのがすごく誇らしいですし、ある意味すごく今求められている作品が求められているタイミングで世に出ているんじゃないかなとこう個人的には思ったりしてます。なので僕も皆さんと一緒にこう今の世の中でねこう溜まったストレスだったりとかをウェーブに吹き飛ばしてもらいに劇場に足を運びたいなと思っております。ぜひ皆さんも、第1章、2章、3章と、ウェーブをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後は前野さんお願いします。はい、完成披露会ここまでお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。先ほどそうですね、セールスポイントのお話もありましたけれどもそれ以外にもですね、まあ、アニメーションで表現するのが本当に難しいとされている波の描写でしたり、実際の背景でしたり本当に1カット1カットをスタッフさんが全力で、作ってくださっている作品ですので、ぜひそのあたりも注目していただければ嬉しいなと思いますし、中島君からもありましたように第2章第3章といい意味で、皆さんの期待を裏切るそういった展開の連続になっていきますので、引き続き、第2章第3章とウェブ応援していただければ嬉しいなと思います。そして
カットになってなければね、先ほどトキ君から聖地巡礼なんていう言葉もありましたけれども、カットになってなければ聖地巡礼という単語がね、これまでどっかで出てきたと思うんですけれども、本当にあの世界が落ち着いた暁には作品のそれぞれの舞台となった実際の地域に足を運んで見ていただけると、こんなに、まあ茨城県出身の身としては嬉しいことないなというふうに思いますので、ぜひぜひ、そういった楽しみ方もしていただければ嬉しいなと思っております。重ね重ねになりますが、ウェーブ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。改めましてウェーブサーフィンやっぺのキャストの皆様でした。それでは皆様、ありがとうございました。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 